今日はあのこのアウトドアキャンプに毎週行ってる友達がこの椅子、これなんていう椅子なんですか。これはね、もう一応ね、うん、折りたたみのね、カーミットチェアっていうのがちょっと有名なんですけど、うん、これカーミットチェアっていうじゃないんですけど、うん、に似てるサイズの、うんうん、同じような模倣の構造で折りたたみができる、うん、っていうすごくコンパクトになるやつ。椅子でこれ実際にキャンプで使ってるの。これ実際にもう1、2回は使ったかな。ちょっと足も汚れちゃったらこうつつつということで、これを今回はあの友達がこの生地、ここ今座る部分が生地なんですけど、ここをレザーにリメイクしてとお願いされたので、しかもタダで。そう、タダで、まあ友達ということでまあまあタダとはあれなんで、あの一応このあの引き換えにこのズタボロのこいつをもらって、こいつを僕ら用にリメイクしようと思ってるんですけど、でこれリメイクするにあたってどういう感じにしていく。まず色とかはどういう希望。実際にもう一回前にレザーのチェアやってもらったやん、うん、あの時に、まあ、ブラウン系やったんですけど、うん、まあグレーやけどな。あ、グレーか、あれもうブラウン、今ブラウンみたいになってるんやで。今回オールナットで結構高級感のあるちょっとダークブラウンな感じなんで、ちょっとアクセント的にないの、ヌメとかの方がいいんかなと思ったんですけど、ちょっとプロにそれは相談しようかな。まあまあヌメでも水に弱いよ。それレザーの一緒一緒じゃないな、ヌメの方が特に弱い。なるほどね。どうする。でもヌメの方がかっこいいとか出来上がりは。ほんなヌメ、ほんなヌメ、色は何色がいい。質感とか色とかどうなの。結構いろんな変わるね。ザ・ヌメのイメージって、ザ・ヌメってあのナチュラルみたいな、もうナチュラルな感じの方が、逆にこれ結構ダークめのフレームやからいいんかなと思ってました。あ、ザ・ヌメって言ったらナチュラル想像してるやつって最初肌色みたいな感じやけど、うん、最初飴色みたいになってくる。ここウォルナットに近い色、そういうイメージ。そうですね、そのイメージかなとは思うんです。プロ的に、いや、こっちの方がいいんじゃないか、あれば。いや、もうそこはな、結構いや、ここは赤のレザーやろとかでもやけど、それ結構聞かれるんやけど、正味使う人の好みやと思うね。あ、なるほど。そこを重視した方がいいと思う。なるほど、なるほど。前みたいな、うん、はちょっとちゃうかなと思う、このチェアに関しては。色がグレーみたいなんだっけ、うん、で、エイジングして、うん、あ、いや、質感じゃない、色味。色味。質感は全然もうあれすごいいいから。前使ったのはちなみにあのイタリアのエルバマットっていう革なんですけど、うん、テンペスっていう、うん、結構いい革で、しかもあれ雑誌載ってるな、うん、あれはゴーアウト雑誌、多分次も雑誌に載るように。それは分かりませんけど、うん、頑張ろうやりましょう、うん、色何にするの。これ絶対にヌメ系は暗い色に経年するんで、ネイビーやったとしても暗いネイビーになるし、緑やったとしてもめっちゃ緑、結局黒ずむというか、うん、黒い黒なるよってことね。逆に使ってて明るくなるとかないし、あ、ないないない、はい、うん、ちょっとやっぱみんなと違うのやりたいなっていうのはある。ちょっと攻めようやん。もう白で、白、ちょっと待って、白ってむずい、ね、じゃあ白はむずい、オフホワイトで。いや、白のヌメ側って厳密に言うことない、ね、マジでだクロム流しとかになってくるから、うん、ちょっと白はちゃうな、ちゃうな、うん、俺もちゃうな思って言いました、うん、固め、やったら栃木レザーとかなってくる、うんうんうん、栃木レザーやっぱみんな結構使ってるんかな、まあ、どうなの。結構ね、このタイプのチェアって張り替え多いんですよ。あ、そう、あ、まあ張り替え安いもん、うん、まあ例えばだけど、後でそのどっかのガレージブランドがやってるレザーのシーツとか調べてもらってもいいけど、うん、色やな、うん、どうする、栃木みたいな感じでいく。そうやな、もう栃木のじゃあ白でないっつってんだよ。あ、ほらこいつ勉強できへんわ、ほんまどうする。だから栃木やったら、うん、黒赤緑ネイビーキャメルマスタード、やっぱ楽しみたいな、色どんどん変わってる方がいいから。じゃあ明るめの色、うん、明るめからいってバンバン変えていくんだ、もうナチュラルにするの方が、肌色みたいなんで、飴色で、なんかもう一番育ててるっていう感じがする、うん、そうそうそう、結構オーソドックスなやつやな、みんな選びがちな。あ、でも栃木で使ってるとこはあんまないんじゃんこの形で、まあまあ値段張るで、普通に上代になった時に。なるほどね。まあエルバマットの方が高いけど、まあ栃木のそれでいくか、ナチュラルでいくことでいい、とりあえず、うん、それでいこう。
とりあえずということとりあえずまあ1回しか作らんけどそうやな、うん、ということで今回はあの栃木の、アースレザーのナチュラルカラーに決定したということで、これをまた今から明日以降でまた制作して完成したらまた直樹君を呼んでまたここであの感想でも聞いてみようかなと思います。まあそういう感じで、じゃあぜひお願いいたします。はい、じゃあ作っていきます。さよなら。さよなら。これがマスタード、オレンジ、うん、グリーン、ネイビー、シボみたいな、なんか、なんつったんやん、あのバスケのあれもあんで、何バスケの皮甘いな、これこれ黒音っぽいな、うん、しかもなんかめっちゃ気づいても全然あれやろ、オイル塗ったら、なんかオイルめっちゃ入ってるから気づいて揉んだりしたら消える。いいよね。まあ、なかったら入れるでしょ。決まりましたね。これはいいんちゃう。でもなんかちょっと攻めてる感あるし、ちょっとこういう黒音っぽい感じ、うん、オーバーキップ銀水ヌバックで、ヌバックのオーバーキップの水銀で、うん、何水銀で、はい、ということで、じゃあこれで作っていくんで、はい、まだあの作ってるところ YouTube 上げて、うん、ほんで完成者呼ぶからまだ感想を聞かせて。わかりました。っていう感じで頑張っていきます。お願いします。はい。Smile.